チャイコフスキーバイオリン協奏曲、ダイナミックな曲をダイナミックに滑りたい。今シーズン本人が一番変わったと語るジャンプ、最初はコンビネーション、トリプルフリップ、トリプルトール、これは素晴らしかったと思います。まずはいい滑り出し、高橋。トリプルアクセル、これも良かったと思います。飛ぶ前と飛んだ後のスピードが変わらないので、それがすごくジャンプの流れにつながっていますよね。さあ、ジャンプはもう一つ、トリプルルッツ、非常に良かったですね。3つのジャンプ完璧です。日本のエースの登場、リンクの空気も変わってきました。さあ、そしてストレートライン、ここから30秒間、高橋の時間です。表情にはまだ余裕があります。最後のスピン。